はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は男の自炊ダイエット、鮭をチンで5分で作るということで、最近ねダイエットレシピをいくつかやってますけれども、まあたびたびね鶏の胸肉ばっかりなので、やはりちょっと違う方ね、僕もね普段も結構ちょこちょこ魚取ってるんですよ。なのでまあ今回はね魚をね使ったダイエットメニュー、筋肉をつけながらというような、そういうようなメニューを作っていきたいと思うんですけれども、まあ、今日はねポン酢サーモンごま風味ということで、まあ名前はそんな感じです。名前適当ですけれども、まあサーモンね、まあサーモンとサバっていうようなものはまあちょこちょこ取っていきます。で魚はね鶏の胸肉、ささみと比べれば当然脂があるんですけれども、まあ魚の脂というのは良質な脂で、まあ免疫力を高めてくれるとか、筋肉の疲労とかね回復させてくれるとか、まあそういう効果はある方なので、まあある程度取っていった方がいいということ、脂肪をね、まあ牛肉の脂肪にしろ、ものすごいギリギリまでね、カスカスな状態まで脂肪を取らないのがいいというわけではなくて、健康上はね、やはり脂肪もね、脂質も取らなきゃいけなくて、脂質を取らなければ、ホルモンの原材料になるものがないので、やはり多少は取らなきゃいけないんですね。それが多すぎると、ダイエットにはすごく難しい状況になりますよということなんで、まあ、少しずつ取るのが一番いいということで、まあ筋肉をね、すごい、ものすごいつけたいという人は、牛肉の赤身とかをね、ある程度取ってて、大会前だけ、そういうものは控えて取り組みしていくという方法も、やったりもしますけれども、まあ一般の場合はその赤身を取りながら、鶏胸肉をだいたい、頻繁に取りながら、そしてまあ魚もね、2日に1回ぐらい取っていくれば、まあいいんじゃないかなと思います。で、その中でまあ、魚といったら、こういうのはどう、こういうのはどうっていろいろ聞かれるんですけど、やはりその脂質なんで、脂質が多すぎればまた問題であって、適度少量であればというところですね。なので、ホッケとか、あとサンマとか、あの辺のより脂質が多い魚になってしまうと、ちょっともう食べただけやっぱりこってりしてわかりますよね。まあ、だからこそ一般的には人気あるのかもしれないですけれども、体作りね、かっこいい体を目指す人にとってはちょっと脂質が多いので、まあ、サバかサーモンを食べるぐらいの方がまあ適度なんじゃないかなと思いますので、今日は、サーモンでやっていってみたいと思います。はい、サーモンですね。鮭ですけれども、一切れではさすがにね、ちょっと男では一切れでは足りないので、二切れ食べたいと思います。まあ男の人ねやっぱり二切れぐらい食べないとタンパク質は足りないので、これをですね、まあ、電子レンジ大丈夫な器に入れますね。電子レンジが大丈夫、反対に入れてみようかな、電子レンジが大丈夫な器に入れます。それからキノコですね。だいたい今サーモンのこうアルミホイル焼きとかそういうものにはしめじとかなめたけとか、まあ、キノコ類を入れるっていうふうにもなってるんで、まあ、それに例を習ってキノコを入れてみたいと思います。これを水でちょっとある程度細かくしながら洗っていきます。まあ、うちにはたまたま今舞茸しかなかったね、舞茸でやってみるということですね。はい、分量適当です。そしてキノコを適当に抜けていきます。もしかしたらこの器はちょっともしかして小さすぎたかな、キノコもしくは多すぎたって感じですかね。まあ、ちょっと端っこの方にちょいちょいちょいと入れといて、せっかくちぎっちゃったんでもうサーモンが見えなくなってしまいました。はい、そしてネギを切っていきます。はい、このネギを乗っけていきます。ネギね、やっぱり僕ね結構大好きなんで、多いねこれね、もうね男の料理はね適当です、ね、自分一人でさっさと作る、さっさと食べたいからもう適当です。それからごま油をほんのちょろちょろっといってきます。ごま油をほんのちょろちょろっといきます。まあ大体サーモンの料理というと結構バターを使うんですけど、さすがにね、ダイエットでバターは使えないので、ごま油を少しということにしておきます。
はい、そしてこれを少しラップをしておいて電子レンジへレッツゴー。さて、電子レンジ3分から上がってきました。さて、電子レンジ3分から上がってきました。これに、うちはこのゆずポン酢というのがあるので、このゆずポン酢というやつをちょろっとかけます。あ、こぼれた。これを食べたいと思います。はい、では食べてみたいと思います。さーて、匂いはね、まあやっぱりね、ポン酢ってやっぱり美味しい匂いがしますよね。これ食べてみたいと思います。十分です。もうね、男の手料理としては全然もうこれで OK ですね。まあ、このやっぱりネギがあると、この、まあ、鮭もね、少しやっぱり脂質がありますから、少しまったり感がもうすでにあるんですけど、まあ、さっき言ったね、まあ、世の中的にはさらにそれにバターを入れてまったり感をもっと出すんでしょうけども、サーモンそのままでも僕みたいな人間と十分まったり感あるので、それにやっぱりあのネギがあるとちょうどいい感じになりますよね。キノコでまたシャキシャキ感も出しながらというところで、まあ、ポン酢だけだとね、やっぱりちょっと味が一辺倒な感じになると思うんですけど、やっぱり少しごま油入れたので、本当にごま油の風味と、このポン酢の酸っぱさと、まあ、あと、調理師の分も少しありますけれども、男の5分、適当な手料理としてはもう上出来です。全然もう晩飯として成り立ってます。美味しいです。これあの本当にかかった時間、電子レンジ3分と、まあその前本当に2分そこそこでいけると思いますので、ね、できるだけもう男の料理は手間をかけない、余分なものを使わない、もうあるものでね、適当にバンバンと済ましてる、それにつきますよね、うん、やっぱりあのサーモン1つだとタンパク質が足りないので、やっぱり2つは絶対必要ですね。でそれと、まあ玄米と、まあ、もうちょっとね野菜は何かあってもいいかもしれないです、うん、ですので、いつもね鶏肉鶏肉って言ってますけれども、魚もね取り入れてみてください。もちろんね別に刺身とかでも全然構わないんですけれども、まあ、こういったね、あったかい感じのものを食べるというのが冬にはやっぱり美味しいですし、今日みたいなちょっとごま油とポン酢というような、そういうね、コンビネーションも、なかなか、ね、日本にとってはすごく美味しく、すごく美味しく食べれる食べ方かなと思ってます。まあね、僕は全然料理が得意じゃないので、とりあえず作ったという形ですので、料理に関してのクレームは受け付けません。僕としては十分美味しかったです。はい。さて、コーヒーを飲みながら、続きを食べたいと思います。はい、パーサートレーナーゆうじでした。